画面の前の皆様、こんにちは。ベルベット級でございます。デッドバイデイライト、ショートイベント、やっていきましょう。最後になると思います。サバイバーガールは、動画的にね。よいしょ。まあ、今日火曜日、13日。火曜日なんですけども。まあ、明日以降は、通常のモードにね戻ろうかなと思うんで、死ぬ。殺しに来てた。今なのでね、最後イリーは無理だ。ちょっとビリーはきつい。最後ね、サバイバー側で脱出決めて、キラー側で全滅取って終わろうということでやってるんですが、これきついね。もうそのばっかり服がバレてるから、チェーンソーの音聞こえてる間が一番安心できる。おお、ナイス。よいしょ。さあ、マップ緑マップか、初めて引いたわ。ずっとピンクだったけど、回った。いや、きついな。多分だけど鍵は出ないんで。近場にいたね。ワンチャンキラー追っかけてる方が平和だよ。発電機が回ってくると音聞こえなくなるんだよね、キラーの音。やば。
オッケーオッケー。さあ次の板。ナイス。来るな。そこの板は倒してなかった気がするが。ゴルゴがね、ほんとチェイスできない。板があるところはいいんだけど、問題はないところなん、ないというかね、あの一個一個のポジションから離れちゃうともう何もわからんっていうそれがね、このマップのきついところだなと思いました。ショートイベント。さあしかし4台ついたと。ボタルで、トータルで4台ついたのはでかいね。一応 AFC あるんで、 AFC で逃げ切れればでかいけどな。つくかな、それより先に。つきそうな気するな。私が回してたのはそこでしょ。私がダウンする前から回してたんで、なんかつきそうな気がせんでもないけど。ありがてえ、ありがてえでござる。これでこのイベントでね、一番ありがたいアイテム救急キットを使っていって、よいしょ、ナイス。でこれでゲート開けて逃げると。なんやかんや通電するんだよ、ちょっとでもテンポが落ちると。ヒラの釣りのね、マジで序盤からテンポ握って、いや本当にちょっと下りつつも最後ガンガン上げていくみたいな感じで通電を阻止することもできたりはするんだけど、なんやかんやつくよ。サバやってて6割ぐらいはついてた気がするわ。なあ、帰ろう。これさ、思うんだけど、私が倒されるじゃないですか。私が倒されて、
で、作ってね、作る代わりに倒されて、で、その後タリーと追ったら多分、倒されると思うんだよね。タリータも仕方ないさ、そういう運命。というわけで、はい、またなんか似たようなイベントやってほしいですね。スティーブユーズハック、マジか。このモードでチーターっているの、全然気づかんかったけど、そうなんかな、わかりませんわ。パウ、確かにスピードハック気づかんかったな。でも釣られてる間スティーブそんな走ってなかったな。うん、疑惑だけど、まあ、この後キラーもやりたいんで、はい、これはもう動画にしましょう。スティーブのことは知らないです。というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。